こんにちは。お天気をお伝えします。今日の道内は地域によって気温に大きな違いが出ています。午前11時の気温は根室で 17.1 度など太平洋側で20度に届かずひんやりしています。オホーツク海側は過ごしやすいくらいですが、今気温が上がっているのが日本海側です。札幌や留萌など夏日のところが増えてきています。では今の札幌の様子を見ていきます。こちら青空に薄い雲が広がっています。では今日のポイントはこちらです。北は晴れて夏空が広がりますが、南はどんより曇り空、霧雨のところもありそうです。では午後の予報を見ていきましょう。日本海側やオホーツク海側は北部で日差しの届くところが多くなります。札幌や旭川では27度、この時期らしい暑さとなりそうです。熱中症にお気をつけください。一方太平洋側では午後もすっきりせず、室蘭や釧路など弱い雨のところもありそうです。気温も20度を少し超えるくらい、風がひんやり感じそうです。さあ来週末からはお盆が始まりますが、札幌の10日間先の予報を見ていきましょう。まず明日明後日は夏空が続きます。気温も27度、心地いい暑さです。そして土曜日も晴れ間は期待できそうですが、日曜日早くも立秋です。来週の天気の見通しはこちら、雨の日が続く予報となりました。お盆が始まる13日もあいにくの雨。来週は前線が停滞する影響で雨の日が続く予想です。屋外での予定は今週土曜日までがおすすめです。変わって今の旭川の様子、こちらも日差しが届いています。では週間天気、金曜日までは道内広い範囲で晴れそうです。洗濯物もよく乾きますが、午後はにわか雨にご注意ください。キャンプなどの際も空模様の変化に気をつけましょう。日曜日からは天気が下り坂、来週は雨続きで蒸し暑くなりそうです。大雨の恐れがあるため今後の情報にもご注意ください。お天気でした。